夢の街秋葉原。この街は暗躍する謎の怪物バグリモノによって危機に瀕していた。これは秋葉原の平和を守るためバグリモノの力を得た青年電気街保つとその愉快な仲間たちとの戦いの記録である。俺たちは同じ空気の中で生きている仲間だぞ。よく会うね。でも正直邪魔。次はアニメイトで限定テンパーついてる新刊会に行こうよ。ミーのものはミーのもの、ユーのものはユーのもの。待っててって言ったのに勝手に移動しちゃダメ。最近また復活したエウリアンに絡まれてな。その変なコスプレ間違いない。物を大切にしないと許さないよ。違和感